フルボイスクソゲー RPG。 もうタイトルの時点でやべえ匂いがすんな。いやちょっと楽しみ、ボイスがどういう感じなんだろう。俺が王だ。よく来た勇者よ。いや分かってはいたけど、ボイスのクオリティ低っ。俺が勇者だ。何のようだ王よ。使い分けろ。比重のご希望はいつでも受けたまわっております。黙れ。いやお前、もう黙れ。いやそのトーンの黙れはもう学園ハンサムの志賀慎吾だよ。なんだこれ。すっごく全回復した。勇者ハロルドは嫁とヒューリリンの子供たちと共に幸せな余生を過ごしますさ。フルボイスクソゲー RPG 二番煎じ。なぜもう一個作った魔王。あ、でもさすがにね、ちょっと慣れたからそんな笑わねえぞ俺は。もうハーク会話。作り込め。ちょっと待って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 、そもそもゲームとしての会話もっと作り込め。負けるな、頑張れ。くだらねえ、くだらねえわ。手抜くな。これ魔王城まで徒歩5分だろ。起きてんだろ。ちょっとすぐ終わっちゃうんじゃないかなって思う。まあやってみよっか。あー、みんな壊れちゃう。うん、やだやだ。確かに作者はね、ちゃんとタイトルにフルボイスクソゲー RPG って書いてるから、確かに間違っちゃいないんだけど、本当にクソゲーだな。誰だこいつ。幼少期の自分へ。ごめんな、こんな大人になってしまって。実写版クソゲー RPG。 おい制作者、聞いてるか制作者。お前頭おかしくなったんか。でセーブするか。おセーブ画面セーブ化して。いらん、いらん、お前の姿は。お前の姿いらねえから、ここで進んでいくか。誰誰誰誰。ハロルド、ハロルドってなんだ。ハロルド、ハロルド起きて。ハロルド兄ちゃん起きてよ。ったく、ハロルド兄ちゃんは寝ぼすけだな。めちゃめちゃ面白い。もうこの時点でめちゃめちゃ面白い。ここら辺のアイテムは調べれるわけではない。外に出よう。さあ、ああ。もうハロルド、待って、俺どれだ、俺どれ、俺下か。やべえ。わわわわわ。犬、犬、犬ハロルド。ゴミ箱あさって、はい、ルドを手に入れた。そこハロルドじゃねえんかい。なんだルドって。ハロってどっかにあんじゃねえのか。無駄をそぎ落としすぎた RPG。 多分だけどね、マップとかすっごくちっちゃいんだと思う。すっごくマップちっちゃいんだと思うよ。できます。ニューゲーム。ほらちっちゃい、もうちっちゃいもん。無駄か、白って無駄か。気をつけて行ってきます。これもう魔王城なんだ。あ、すあ、あ、え、村？嘘でしょ？これ村？もしかして村なの？倒すのか。あ、無理だ。どうかな？強すぎる。確かに。できるよ。死ぬだけだ。なぜなら、あいつの呪い。あ、え？どういうこと？もう何が起きてんのこのゲーム。意味がわかんないんだけど。5文字。あ、
そんな呪いなんだ。そういう呪いにかかってる。あ、5文字、あ、なるほどね。仲間にしたい。仲間になってくれ、ね、仲間になってくれでいいのかい。仲間になってくれ。だる。いや、今のも引っ掛けじゃん。別に、いや、もういいって。もこれもうどうせ6文字だから死ぬみたいなやつでしょ。じゃねえかよ。ゲームオーバー、早っ。仲間にしたい。来た。どけろ、メガネ。も俺死んでしまうから。あ、こういう風にぐるぐる回って、遠かったな、こいつの仲間アピール。ぜひ。やった、仲間増えた。これでお決まりの4人パーティーってやつですね。よし、見せてやる、僕の力。ずっと注意して見てたよ、誰かしら6文字言うんじゃないかなって。お前やったね。お前こんなに尺使っておいてやったね。死ぬね。おい、バカゲー出てきたな。ずっとバカゲー要素ちょこちょこあったけど、もうここら辺でもう丸、一気にバカゲー来たね。一気にバカゲー来たよ。フラヘ、アルティメットアタック。まあ、これやっ、いや、もう、まあ、これやって、いや、もう、え、嘘でしょ。ねえ、一番最後のバトルだよ、魔王ね。いくらバカゲーだからといってさ、それある？それあんの？それやっちゃっていいの？魔王、ねえ、最後のバトルでそれやっちゃっていいの？なんでアルティメットって急に言えるようになったの？あ。処理落ちすご。処理落ちすごかったぞ。しょうもな。早すぎる RPG。 いや、もうこれ予測するまでもないね。全部がきっと早いんでしょうね。じゃあ行ってきます。ニューゲーム。どんぐらい早いんだろう。せっかくならもう狂ったような速さでいてほしいな。おっせー。あの、早すぎないのよ、全然。早えまあ、ああ、無理、お願いします、ハロルド。そして、あとは、聞き取れなかったけど。ねえ、俺もそうだよ。なんか、メガネですって言ってんのだけなんとなく見えたかも。めちゃめちゃ絵が早くなっちゃってるけど。こっちも、早いのよ。早い。もう一回見ていい？頑張ろう。50m バブル。俺が何か言ってるよね。僕のメガネは何て言ってる。僕のメガネは僕が守ってみせます。何言ってんだこいつ。こいつ何言ってんの。僕のメガネは僕を守って、これいらねえな、このメガネ。左下どうなってんだよ。ここむずいな。一気に行くか。ここうわー。で、次は左下行こう。もう下行っちゃおう、下行っちゃおう。ここ行ったら、すげえ速くなってんのよ、これ。うわ、敵は普通にいるんだね。あ、もう俺何もしてない。ボタン押してないよ、俺。だが、これだけは言える。お前、おい、まだ言ってる途中だよ。まだ喋ってる。早い。あ、ルギア、魔王強。選ばれしお前たちに、最高のスピードの力を与えよう。いらんのよ、もういいよ、もう別に。何、最高のスピードって。小学生が考えてる。あー、もうダメ、もう無理、もうやめた、もうこのゲームやめた。なんでこれ。勝手にやれよ。もう試合早すぎて全部当たってね、こっちで攻撃が。くだらねほんと、ちょっと長いな、戦い、ちょっと戦い長いな。笑うわ、こんなの絶対笑うわ、こんなゲーム。みんな嘘つき RPG。 あ、シャックル出てきたかも。オークが出てきた。弱っ、オーク。あ、シャックル出てきた。やべ、実況中シャックル出てきた。マジックウォーター俺に飲ませてくれ。止まんねえ。ちょっと一回咳出してみていい？くしゃみした時、咳出したらシャックル出てるから、わかるから。出る、どうしよう。しゃっくりが出る。しゃっくりが出てる実況って何なんだよ。いい、このまま。
止まったかもしんない。みんなやっとだ。しゃっくり止まったかもしんない。やっと止まったかもしんない。ちょ、ごめん、ちょっと黙ってみていい？これ魔王城行っていいのかな。なんか買い物はしといた方がいい気がするんだよね。もうやだ。なんかしゃっくり出ながらの実況ってすげえ疲れてくる。もう今しゃっくり出た子に対して何も思わなくなってきた。もん疲れてきて、さっきまで笑ってたよ。でももう笑えなくなってきたわ。見てろ、お前ら笑ってるかもしんないけどもう笑えねえわ。あ、待てよ。これであいつかエイプリルフールの呪いをかけてるやつをぶち倒しに行けばいいってこと。どうなるか、もしかして。ちょっと待って、一回回復してちょっと行ってみよう。ハロルドがどんどんでかくなっていくだけの RPG。 数々のバカゲー RPG をやってきた俺には全てわかる。ハロルドがどんどんでかくなっていくだけの RPG は、ハロルドがどんどんでかくなっていくだけの RPG だ。ダッシュしてるんだよね、一応。こっち間に合うか。無理そうじゃない。早くだ。オッケー、ギリギリだったな。なんでやねん。何？何今のなんでやねん。宿屋の店主、何があったら、何今のなんでやねん、なんでやねんが気になってしょうがないんだけど。作者、声を入れるな。なんだ今の。もう一回聞かせろ。なんだ、俺の美声をもう一度聞きたいって。冗談をよしてくれ。じゃねえよ。ムカつく。俺が聞きに来たの察するな。これは温泉。ああ待て、あ、まあ、女湯も行けんのか。いやー、いい湯だったな。ん、鏡に。喋んな喋んな喋んな、お前が喋ると時間かかるから。まさかな、まさかなんだよ。これ連打したら間に合うのか。めっちゃ早く読んだら、いけ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 、連打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 、いけ、間に合うか。おい、いけいけいけ、ギリギリ間に合わないように作るな。女湯に行くぞ。分かってんだ、どうせ爆発するんだろうなっていうのは分かってるけど、やっぱ見てえもんは見てえだろ。女湯に行くぞ、スケベハロルド。さ、ど、なんか長くないか、女湯のルート。いた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 、なんか遠いな、女湯、女湯遠いな。おい、遠い、ムカつくな、このゲーム。女湯だけ遠くすんな。魔王、あんまうろたえてる魔王見たくないから。なんか始まっちゃったみたい、ちっちゃ魔王。魔法あんのか。相手は死ぬ。相手は死ぬ。魔法との戦いだと思えねえ。アルティメットブリザードやってみっか。食らってんのか、どれくらい食らう、あんま食られるか。さあ、弱いな、ジョニー弱い、ジョニー死んだ、ジョニー弱い。ああRPG G かっこ RPG ではない。わからん。なーん、はぁ、あ、はぁ、あ、私が作りました、作りました。どうする、右、あぁ、え。怖いって、もうここまで来ると怖いって。何を手に入れた。対象として四国が正面。でっか、対象でっか。え、ちょっと、え、失ったものがでかすぎない？四国が消滅したのを何を手に入れただけで。ごめんなさい四国。それでルギウス、話というのは何じゃ。その前にハロルド、君が話しかけてるのは僕のメガネですよ。こっちに来てください。ふざけんなよ。本当にもういらないんだってこの試合。メガネに話しかけてるくだりとかもいらんから、もう普通に進めてるだけで。なんだそのルートね。だからそれメガネだって。一回ルキュースの前行っただろ。す、メガネ取った。誰じゃ貴様。す、おお、ルキウスいたのか。先ほど知らない奴がこの部屋にいたぞ。す、誰じゃ貴様。す、おお、あれ、いら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 、この時間本当にいらん、本当にいらんよ。ルキウス君、君はまだまともなわけだろ。とっとと進もうや。またここでもいろいろありそう。でっけえなんか魔王城じゃんこれほぼ。
森の奥にある大きな館、そこには占い師がいるとルキウスは言った。青鬼じゃねえか！おい、ふざけんな。ふざけんなよ。おい、お前、ちょっと面白えな、おい。ちょっと面白えぞ。お前らで青鬼をパロディすんな！こうして、サヌキうどんはインドに旅立った。インドに行った彼は、復讐の末、カレーうどんになった。本当にしょうもない。ネタバレが激しすぎる RPG、 最後の敵の正体は勇者の父。言うな、正体わかるシーン来ても何も面白くない。あ、開始5分で仲間が一人脱落。国王、クロマ。いて、おめえじゃねえか、クロマ。もちろん、この失踪事件の黒幕がこの国王、クロマークであるということはないから、そこは安心していい。ねえ、押して言うな。さあ、来るのだ、旅の仲間たちよ。あ、もう嫌な予感すんな。あ、もう嫌な予感するわ。もう多分、ろくなやついねえんだろうなって。もうろくなやつ、多分もう名前で全員判断できるんだろうなっていうのが。で、この仲間たちの誰かは5分後に死ぬんだろう。もうそういうことだろ。何人の3人なんだ。3人か。そうか、4人パーティーか。頼もしい者たちを集めたぞ。頼もしい仲間たちね。よろしくな。よろしく。それでは順番に自己紹介をしてもらおう。頼むぜ。ネタバレしてんだよ。ネタバレするな。普通になんか名前だけじゃ察せない感じにして、お願い、そこだけは。私は魔導士マーシャ・ウラギール。裏切るこいつ。あなたのことは絶対に裏切らないから安心してね。こいつ裏切る。私は剣士テレーゼ IQ さん。IQ さん。私は IQ 一億の天才。頭脳プレイはすべて任せろ。IQ めっちゃバカ。シンプルにこいつバカだ。僕は僧侶ルキウスすぐ死ぬよ。100歳まで長生きしたいな。お前死ぬじゃねえか。この後お前じゃねえか死ぬの。IQ3 のバカと裏切るやつとすぐ死ぬやつ、もうろくなやついねえな。もちろんです。お前死ぬんだよ。たとえ魔王の手下どもがやってきても。ああ、何このルキウスすぐ死ぬ4があっという間に蹴散らしましょう。あっという間に殺されたよお前。何せ僕は100歳まで長生きすることが確定しているんですからね。お前喋れば喋るほどちょっと面白くなるから喋んな。嫌いだわ。今の感じも嫌いだわ。うわー、もう嫌いだわ。うわーとかやってほしいのに嫌いだわ。すぐ死ぬよ。私は暗黒四天王の人、暗黒魔族クソザッコと申します。弱いのかよお前。